まあ、SR 得意じゃないんだよな。ヘッドショット出してはいるけどさ、挙動がね、あんま得意じゃないんだよね。はい、こんにちは。ブラックスクワットやってきます。ブラックスクワットね、久しぶりだね。まあ、なんかブラックスクワットのね、動画撮るために毎回ね、久しぶりだねって言ってる気がするよ。まあ、たまにしかね、やってないんで、そうなんだけど、まあ、最近なんかアップデートまた入ってね、クリスマスアップデートかな、ホリデーアップデート入って、なんか SR47 のポインセチアっていうのがね、当たったんで、早速使ってみようと思って。まあ、SR ね、あんまり得意じゃないんでね、このヘッドショットバカバカ出してるけど、あんま得意じゃないんでね、まあ、今回せっかく当たったんで使おうと思いました。さあ、で、マップはここどこだっけ？名前もう覚えてないな。なんてとこだこれ。タリンかな？タリンのチームデスマッチ、150キル、8人ぐらいで、8対8ぐらいでやっています。で、ショットガンにやられていく。さあ、なんか最近ね、武器のアップデートがたくさん入ってね、このなんか、まあ、クリスマスとかホリデーアップデートでね、なんか気持ち悪い武器がね、すごい増えてるんでね、なんか昔の、なんだ、ハンゲームの FPS でスペシャルフォースとか、なんかそんなのあった気がするんだけど、なんかああいうね、無料系の FPS に出てくる武器ってね、なんか気持ち悪い柄のやつが多いんだよね。なんかこんな、なんかさ、緑色でさ、バラの絵ついた銃あるか、こんな。こんなのなかなかね、見ないよね。なんか、バトルフィールド4とかでも、こんな柄はない。なんか、普通の迷彩とかだったらいいんだけどさ、ほんと、ペイントだよね、完全に、これ。まあ、そんな感じでね、まあ、ハンドガネットショット。いや、これ、ちょっとね、やっぱあんま SR 得意じゃないんだよな。ヘッドショット出してはいるけどさ、挙動がね、あんま得意じゃないんだよね。で、なんかすげえダブルスコアぐらいで負けてるんだから、うちのチーム。大丈夫か、これ。よく見たら結構5番とかね、入られてるんですよ。4番も取れてないし、全然これもう負けると言ってるんでね、ガンガン突破して道を切り開いていこうと思います。ちょっとね、ブラックスカットサボりすぎでね、下手になってんだよね。もう、ちょっと M4 使ってた時期と比べたらもうかなり下手になってるんでね。この AK とか、こういう一撃の銃にちょっと甘えてるんだけど。久しぶりに練習しようかな。なんか結構新モードとかも出ててね、なんか2対2の、なんか爆破みたいなのもあるんでね、今度やってみようかなって思うんだけど。もう、2対2ってもう皆さんやりました？あのモード。あれ面白いかね？まだわかんないけど。2対2の爆破、ちょっと新しいな、確かに。だいたい5対5だからね、爆破モードって。さあ、背中から頭抜いていく。背後からっつうのか。背中から頭抜くって意味わかんねえな。あ、遠距離ちょっと覗かないと弱いかな。さあ、ここから撃たれてしまう。いや、しかしね、このね、そうそう、このホリデーアップデートで追加された銃で、なんか新武器っていうのが1個もなくて、全部ね、武器スキンかな。うわ、めっちゃいるよ、これ負けるよ。武器スキンかね、これまたひどいんだよね。なんかネオンカラーで、ピッカピカに光った、なんか青とか黄色とか、なんかもうライトセーバーみたいな感じの銃がすごい増えてね。なんかね、確かスナイパーライフルとかもね、ネオンがトグロ巻いてんでね、ちょっとなんて説明したらいいのか分かんないけど、ライフリングの、なんかある？ライフリングっつうのかな？違うか、銃身の先っちょのボッコの部分があるんだけど、あの部分がね、ぐるぐる巻きにされてんだよね。もう、あれ見たらちょっと笑っちゃったよね。あのデザインはないわ、さすがに。まあ、そんな感じでね、ちょっと変わったデザインが多くなってきて、なんかしっちゃかめっちゃかなんだけど、まあ、個人的にはね、マップが出てほしいね。マップ出たんだっけ？なんか1個マップ出た気がするな。ちょっとそのマップのね、部屋が全然立ってなくてできてないんでね、今度そのマップでプレイした動画でもあげようかなと思います。おっと、遠距離、頭抜けない、今の。あの距離はもう覗いた方がいいのか。赤点近いな、左。さあ、右。多分ここいるでしょう。いるでしょう、いる。あ、結構ブレるね。結構ブレますね。うわ、65対100だ。これはめっちゃ負けてるぞ。こんなに負けることがあんのか。おっと、後ろか。後ろじゃないか、上か。ちょ
超打たれてる。やばいこれ。ちょっとね、5番取られて4番取られたらもうどうしようもないよ。うわグレネード、グレネード痛いよ。5番の取られ方やばいな。これ何、結構あれか、味方に階級低いのがあんまりゲームやってない人が集まってんのかな。そんな感じですね。よし、さあ突っ込もう。リロードできない。よし、頭抜いた。これはどうするべきか。戻って、あ、いた、赤手いる。ちょっとやば。よし、ここ結構、ここで頭抜くの得意なんだよね。後ろから行ったら絶対出て、右から出てくるから、こいつを打っていく。さあもう一人ぐらい出てくるか。うわ、順ルートから普通のルートにやられた。英語ね、結構ね、スモークたかれてね、後ろ下がっちゃうんだよね、味方が。やるやる、これ。敵陣近くにスモーク焚いて、前に出てこないようにしてね、押し込めるみたいなやり方ね、やってましたよ、私も。今、すごいやられてる感じだね。これ、絶対勝てないでしょ、もう。やばい。左にいるでしょ？さあ、打って。くわー、87対141。あと9キルする前に、こちらが、66キルすれば勝てんのか。無理だ、絶対無理だ。うわ、2キルぐらいしてやられてみたいな、そんな繰り返しだね。押し込まれてるし、ちょっと適当にこれどうしようかな。これちょっと動画化はやめようかな。いや、いい、まあいいか。 SR をね、使ってみたって動画なんでね。あ、つか、負けてるしよ。91対150か。久しぶりにこんな大負けしたな。さぞこちらのスコアボロボロなんだろうな。まあ1どんぐらい、結構死にまくったんだよね、こっちも。超死んだ、もうコテンパンにやられた。まあたまにはね、ハイエンドさんもコテンパンにやられるってことでね。じゃあ次行きますか。次行きましょう。